こんにちは、大場内科クリニック院長の大場圭一郎です。脳梗塞や心筋梗塞に将来なりたくない、どうすればいいですかという質問を患者さんからよく受けます。そうですね、まずあなたの健康状態はどうでしょうか。健康診断最近受けましたか。健康診断を受けていなくても太っていないかご自身で分かりますでしょうか。健康診断を受けていたら BMI という数値があります。 BMI という数値が肥満、太っている状態に該当するようでしたら体重を落とすことが大事です。お食事どうでしょうか。炭水化物、食べ過ぎていないでしょうか。ご飯、パン、麺、美味しいですよね。油っぽいもの食べ過ぎていないでしょうか。夜遅く食べていないでしょうか。甘いものどうでしょうか。食べ過ぎていないでしょうか。あとは、お酒を飲み過ぎていたり、そうですね、タバコ吸っていませんか。そういったことが複雑に絡んで動脈硬化というのが進んでいきます。何かしら、高血圧、糖尿病、高尿酸血症やコレステロール高いようでしたら動脈硬化が進むリスクがあります。脳梗塞、心筋梗塞になる方というのはやはり、動脈硬化のリスクがある方がほとんどです。それでは実際ですね、どのぐらいあなたに脳梗塞や心筋梗塞発症するリスクがあるか調べることができるんですが、検査2つあります。大きく2つ、1つは皆さんご存知かもしれませんけど頸動脈エコー検査ですね。首の血管を超音波で見て動脈硬化を調べることができます。首の血管の内側にプラークというものがたくさん、そして厚くあると動脈硬化が進んでいると判断されます。検査をご希望の方はかかりつけの先生に相談してみてもいいかもしれません。あとは血液検査で動脈硬化の状態を知ることができます。頸動脈エコーでプラークができるそれ以前の段階から脳梗塞、心筋梗塞の発症リスクを調べることができます。ロックスインデックスという血液検査です。健康保険の適用ではありません。いわゆる自費検査というのになってしまいます。当院では行っています。興味ある方お問い合わせください。動脈硬化が進む前段階から、そして動脈硬化がある程度進んでいる方、動脈硬化性疾患ですね、狭心症、心筋梗塞、脳卒中などが発症しましもうすでにしてしまっている方、それぞれに有用な検査です。どれだけ動脈硬化が進んでいるか、脳梗塞、心筋梗塞の発症リスクがあるか調べることができます。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。